トクルーズさんの方でキャンピングカーをレンタルしていきたいと思います。はい、本日は充電器を借りていきたいと思います。はい、おフラットになってますね。あ、もうすでに寝られるようにフラットになってますね。おーっべー、はーい、なんか良さそうになってたね。やっぱレンコンのサクサク感が楽しい。ねえ、すごい広くて清々して気持ちがいいですね。シャネル重い。お、上がりました、上がりました。上がった、上がった。すごいね、毛があったかい。あったかそうだね。あったかすぎてかわいそう。近寄ってきました。しずくさんっていう名前です。みるみるランド。はい、じゃあこれからね、テーブルセット、そしてバーベキューセットやっていきましょう。はい、今ね、車の脇に太陽が向こうから出てるので、あっちの日差しを遮るようにタープをこういう風にしました。そしてこの日陰のスペースにテーブルセットとかバーベキューセットをセットしていきます。それは椅子、はい、そして椅子は分かってます。座れます。テーブルセットそういう風にも座れます。それそのレビューはいいです。そういう風にも座れます。なんなら多分ここでお昼寝もいけるんじゃないかなと。あ、頭が落ちる。そしてこれがテーブルなので、これも広げていきましょう。というわけで今タープとテーブルセット、バーベキューセットをセットしました。はい、車もねちょっと移動してみました、はい、こんな感じでセッティングしました。いい感じじゃないですか。このね、広々としたテントサイトの中にこうやって、うん、贅沢に使えるのがいいね。いいですね。でね、あとこのタープもすごいいいなと思って。コールマンのタープ、コールマンのタープも広くって、これねコールマンって書いてあるんですよ、こっち側にどこがね。あ、そう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 、この真ん中にコールマンって、はい、かっこいいねやっぱね。はい、じゃあバーベキューやっていきましょう。はい、今日は変わり種のバーベキューやっていきたいと思います。はい、変わり種っていうのは何でしょうか。はい、今日はですね、なんと果物を焼いていこうという。果物を焼くと、はい、じゃあまず炭に着火ですね。着火ですかね。はい、今日のバーベキューメニューは、はい、じゃじゃーんと、フルーツです、ね、この、オーストラリア産のオレンジ、みかんと、かぼちゃ、そして桃、メロン、アンデスメロン、そう、これをちょっとね、バーベキューでやってみようかなと。ね、初めての試み。でね、フルーツをアルミホイルで包んで焼いていこうと思います。この前ね、僕あのリンゴをやったらすごい美味しかったので。そう、前回のキャンプの時にゆうきさんはリンゴを丸々1個ホイルに包んで焼いて食べたっていう、うん、そして美味しかったからね、他のフルーツもやってみようと思ってね。チャレンジってことでね、これがかぼちゃ、はい、こんなざっくりな感じで、ざっくりな感じでいいです。で、桃、はい、桃そのまま食べたいけどね、桃もメロンもね。このままですごい匂いがする。このまま食べたい。はい、これなんか包んじゃうと分かんないですね。分かんないね。メロンは大きいからな、2個分ぐらい必要じゃないですか。うん、でん、もうなんかすでにメロンは柔らかい。すでに、ね、1個そのまま食べてみる。そうですね、1個ずつそのまま食べてみて、まあ、あと焼いてみて。これちっちゃいからすぐ焼けるんじゃないですか。うん、ただ2個ぐらい焼いて食べてどっちがいいか判断してもいいかも。はい、
これをじゃあ焼いていきます、はい、みるみるランド。はい、先ほどですね牧場の方に行ってお土産としてウインナーとハムを買ってきました。それがねじゃじゃん、こちらの保冷バッグに入ってるんですけども、こんな感じです。じゃーん、粗挽きのポークと、これも美味しそうだよね。これそれそれそれ何そんなでかいの。骨付きのもものハムだっていうこと。これ焼いていきましょう。これも焼くんですか。これも焼いていきましょう。へー、私はそのままでもちょっと味見したいです。そのままでもいいよ、うん、なんか大きいからね、焼いてもいいし、うん、そのままでも食べられるしみたいな。でも焼いたらこのままでんって超ね。レイナさんの顔ぐらい、顔より大きいよね大きいかも、はい、すごい大きい。あの前回ゆきさんは焚き火をした時にそう、僕はね焚き火台の上で、焚き火の上中に入れたんだけど、だけど今回はこのグリルなのでどうしようかって今作戦を練っていて、このねついたあの炭を下にここ並べてあげて、でこの材料を入れてからまた上から炭を入れてあげようかなっていう風にします。みるみるランド。はい、今日は成田夢牧場ファミリーオートキャンプ場に来ています。すごいね、広いキャンプ場なんですけども、家族連れとかもね結構たくさん泊まって賑やかなところです。隣が牧場で、今ねここにタープを張って、で今回宮殿くんレンタルして、キャンピングカーレンタルして宮殿くんのポップアップね、こちらで来ました。はい、でこれからバーベキュー。宮殿くんは運転してみてどうでしたか。はい、宮殿くんは軽なのですごく運転しやすい車幅です。でポップアップできるし、あとルーフもハイルーフになってるんですけど、でもねあの全然大きさが大きいわけではないので、あのサイズ感的にもすごく運転しやすいですし、ターボがついているのと四駆がついているので、あの高速も乗ったんですけど、高速を走っててもストレスなくねグッと踏み込むとちゃんとスーッと、あの音はするんですけどちゃんとスピードは出るので非常にね運転しやすいです。ターボ良かったね、何気にね、うん、良かったです。そしてこれからフルーツ焼きやっていきます。はい、あと肉もね、その前に肉を食べましょう。はい、ハムとソーセージ。牧場のアイス美味しかったよね、ソフトクリーム。美味しかったです。あとこの、 あの夢牧場はなんだっけ、ホエールサイダーがすごい美味しいです。あれめちゃくちゃ美味しいんだよね、超おすすめです。あれはねまた来たらまた飲みたい、うん、はい、じゃあソーセージ、ソーセージから乗っけていきます。炭火のソーセージね、美味しいよね。はい、サイズもなんかね、いろんなサイズがある。ちっちゃいのから、長いのから、太いのから、うん、種なし。はい、これね、マーコットってオーストラリア産のみかんなんですけど、種なしで手で剥けます。で、生で食べてみたいと思います。あ、確かに日本のみかんとちょっと、あ、みかんの匂いしてきた、すごい似てるね、香りしますね、煙が出てます。そしていい感じで煙が上がってる、焼けているのでは。あ、いい匂い。あのちょうどねこのウインナーの焼けるいい香りが漂ってきます。はい、こんな感じでなんか普通のみかんですよね、うん、そしていただきます。美味しい、みかん、普通のみかん、うん、特段変わり種のないみかんじゃあこれが焼くとどうなるか。そうそう、うんうん、この火の強いところのが焼けてきてますね。じゃあ僕もみかん食べてみます、うん、美味しいみかんですね、うん、
種がないから食べやすくていいね。そうですね、あんまりなんか日本のみかんと変わらない感じ。変わらない、うんうん、ちょっと酸味があって、うん、そうこうしてる間に焼けてきました。ウリナ、はい、うん、全体的にいい感じで焼けてきたと思う。うん、美味しそうですね。プレを食べてももういいかなっていう。取れましょう。焼き具合です。じゃあ少しこっちに避難させて高温しつつ、はい、じゃあいただきます。いいですか。はい、はい、ウインナーいただきます。赤い、うん、おいしい。うん、うん、外がパリパリで中からジューシーな肉汁と旨味が出てくる、うん、いいね。おいしい、元気になります。なんか今日はね、すごい汗だくで、うん、作業してたからすごいおいしい。今日はビールおいしいと思うね。おい、うん、しいです。うん、なんかね、結構お肉がしっかりしてて歯ごたえがちゃんとある。おいしい、香りがいい。ではいただきます。うん、まあすごいね、ジューシーだね。うん、うん、でもちゃんと噛み応えもなんか肉肉しいですよね。肉肉しいで、うん、外がカリってなってて中が肉、うんうん、肉肉って感じで、うんうん、でジューシー、うん、美味しいわ。やっぱね、炭で焼くと美味しいね。うん、炭パワーはすごいですね、うん、食感がすごい、噛み応えがあったね。しかもね、この外で食べてるこの感じ、うん、いいですね。ちょっとね、夕日に照らされてすごい、非常にいい感じです。おいしいです。おいしいです。あたつー、うん、みかんジュースは止めたやつもあるって言ったよね、うん、ほんと絶対美味しくないだろうなっていう感じですよね。美味しい。いただきます、焼きみかん。うん、焼きみかん意外に